吉田です。今回はチケット転売のルール、ヤフオクで出品する前にチェックしたいことについてお伝えします。ヤフオクの出品ルール違反や法律違反になることもあるチケット転売を安心安全に取引するために必要な知識を身につけましょう。大切なポイントをご紹介していきますので最後までお付き合いください。やむを得ない理由でチケットが余った時、コンサートや演劇などにどうしても行くことができなくなったという場合、チケットを転売しても問題がないのでしょうか。ヤフオクやメルカリでの出品ルールをチェックしてみました。ヤフオクでルール違反になるパターンとは、ヤフオクでは転売目的で購入したチケットの出品がルール違反になっています。また定価以上の価格設定や公式が転売を禁止している場合もルール違反にあたります。メルカリでルール違反になるパターンとは、メルカリは無在庫販売を禁止しています。それに加えてヤフオク同様、転売目的のチケット出品は禁止とされています。ルール違反にならないために気をつけることとは、オークション形式にすると価格が競り上がる可能性があるので、即決価格を設定するかフリマ出品にすることをお勧めします。どんな法律で禁止されているのか、迷惑防止条例違反や古物営業法違反にあたります。ルールを守れば問題ないですが、この後簡単に説明していきます。転売前提で購入するのは禁止。中には逮捕されてしまうこともある違法な取引になってしまう場合もあります。少し詳しく見ていきましょう。迷惑防止条例違反となるダフ屋行為、公共の場所で高値で販売をするとダフ屋行為となり迷惑防止条例違反になります。またダフ屋行為を大量に、ダフ屋行為を目的に大量のチケットを購入することも違法になります。その他の違法な転売、中古品を継続的に売る場合には古物商許可が必要です。申請をせずにいると罰則となることもあります。またそのような相手からチケットを購入するのも同じく違法です。購入の際も気をつけましょう。インターネット上での転売のケース、インターネット上でのダフ屋行為を取り締まる法律が2018年にできました。違法となる3項目に当てはまった場合は QR コードや IC カード、チケットなども対象になります。チケット出品時に注意するポイント、ご紹介したようにサービスのルール違反や法律の違反などには気をつけないといけません。具体的に注意すべきポイントをまとめました。まずは出品可能なチケットかどうかチェック。転売禁止チケットの出品、同公演チケットを複数枚出品、チケットばかりの取引履歴、代金未払いのチケット出品、これらに当てはまってしまうとヤフオクのルール違反として認識されてしまうことがあります。商品画像にはチケットの写真を載せる、公演名、日時、会場、席などの情報がしっかり見えるように写真を撮ります。現物を撮るということが大切です。商品説明には詳細まで入力しよう。売りたいチケットの情報は詳細まで正しく記載します。足りない情報があると質問が来たりと2度手間3度手間になるので気をつけましょう。一度に出品できる個数、ヤフオクの場合だと評価の一定基準を超えていれば同商品を9個まで出品することができます。同じチケットの連番セットで1個のアカウントです。チケットの販売方法について、チケット1枚でも高額なものなので追跡サービスのある方法で発送しましょう。また雨で濡れないような工夫をして梱包することもお勧めします。配送日時もできる限り対応しよう。公演日が近いチケットなどはギリギリの到着ではなく、不在時のことも考えて速達などで対応しましょう。予約番号は出品し、チケット代は別払いの取引もある。出品者側は予約番号だけを出品し、落札者は予約番号代プラスチケット代を支払うものです。この方法はヤフオクでは禁止されているので、チケットの現物を出品しましょう。チケットの配送方法、チケットを安く安全に落札者に届ける方法をご紹介します。とにかく安く配送したい場合、
安い方法はミニレター、定型郵便、スマートレターがあります。値段や保証の有無が違うので各ホームページで確認してみてください。追跡で安全に配送したい場合、追跡可能な方法はクリックポストというパケットがあります。迅速に落札者に届けることができます。万が一の時に備えて保証がある配送方法、紛失や破損した場合に保証がついているのが一般書き留め、簡易書き留め、ネコポスです。価格も高くはないので後々のトラブルを考えると無難につけておく方が良さそうです。プラス料金で速達にできるミニレター、定型、定型外郵便は通常料金プラス速達料金にすると他の荷物よりも早く相手に届けることができます。保証や配達証明などもプラス料金でつけることができます。配達証明や特定記録とはどういうものなのか。配達証明は相手に必ず手渡しで渡すため、配達した事実を証明することができます。特定記録は郵便の引き受けからポストへの投函までの追跡ができて、配達完了メールを受け取ることができます。サービス限定のいろいろな配送方法、ヤフオク限定ヤフネコパック、ゆうパック、ゆうパケットお手軽版はヤマト運輸や日本郵便と提携しています。両方とも機能は元のサービスと同じですが、ヤフオク限定から選択すると3割程度安く済ませることができます。メルカリ限定ラクラクメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便もヤマト運輸と日本郵便と提携しており、値段も安くなっております。速達よりも早く届ける方法はあるのか。手数料が高ければバイク便という手もありますが、その他の配送方法を見ていきましょう。今日出して今日届けたい場合、新特急郵便は場所は限定されますが、午前中に出せば5時頃に届けてくれます。当日ゆうパックは事前申し込み、追加料金不要で午前中出しの当日お届けができます。失礼しました、午前中出しですね、の当日お届けができます。直接会って渡す方法、自宅が近所の場合や公演当日の会場で手渡しする方法です。まとめです。転売チケットは取り扱いを間違えると違法になります。しっかりとした知識を持って出品しましょう。ということで、チャンネル登録お願いします。